あそこの踏切の都市伝説って知ってる？え、何？都市伝説。都市ってここ田舎じゃん。え、嘘。田舎もんでしょ、うちら。え、ここ都会じゃないの？イカ売ってんだよ、海で。ほんとうちらって噛み合わないよね。むしろ真逆。てかその踏切の話だけどさ、電車が来たらさ、カンカンって鳴るじゃん。そしたら降りてくるじゃん、黄色と黒の遮断機だって。あ、あれかわいい。かわいいねー。で、その時に踏切の前に立ってるといいことがあるんだって。後ろ振り返って最初に目が合った人に後で絶対告られるんだって。はあ？そういう都市伝説だから。ここ都市じゃねって。でも有名な話だよ。あ、ねえ、その話私知ってる。私も知ってる。つうかそれで告られちゃうっつっていいの？実際マジ？落ち着いたら遊びに来る？すぐだよ、飛行機で8時間なんて。でもその前に英語勉強しなくちゃ。大丈夫、愛ちゃんはやればできる子でしょ。じゃあ。あ、待ってて、自転車置いてくる。いや、いいよ。いいの？いいよ。行くよ。いいの、ここにいて。泣いてるところ誰にも見られたくないの。じゃあね。